いやちゃいや、大丈夫です。そしてはい、どうも、てことです。おやおやてことです。あれじゃあ、じゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫です。で、今日は何をやるんですか。ということで、はい、今日はね、はい、あれっす、ゴレをね、ゲーム消した、ゲーム消した、余裕で、はいはいはい、ってことで、まあ今日やっていくのはゴレなんですけど、はいはい、まあね、今ね、もう現環境最強デッキと言っても過言ではない。マジでゴレが、ね、まあ、多いんですね。一個前の環境では、うん、1個前っていうか本当どのくらい、1週間前ぐらいかな、うん、まあ、ペッカの方が多くて、うん、なんかもうゴレ出してもペッカしかおらんやみたいになってるけど、はいはいはい、このゴレは守りが硬いし、なんだろう、攻めが強いし、ペッカにも勝てちゃう。そうそう、ペッカにも本当に勝てるんだよね。だからとりあえずさっきの見とく、とりあえずさっきの見とき言いながら、倒し方が良かったね、さっき。そうだね、中盤、まあ2倍ぐらいでいいか、まあ1倍でいいな、じっくり見ても、うん、じっくり、まあまあそうですね、ってこんな感じなんですけど、ちょっとね、まあこれを流しながらね、聞いてほしい。まあ見せどころは終盤だから、うん、それまで、俺昨日初めてジム行ったのよ、うんうん、ジム行って、で、もうね、ジム行って、なんか、俺飯食ってから行ったじゃん、昨日。そうだ、昨日9時半ぐらいに2人食べたら。なんか、そう、10時ぐらいに、夜10時ぐらいにジム行ったんですけど、その前にみかんさんと飯食って、うん、結構マックスで食って。何食ったっけ？ね、なんだっけ？豚の生姜焼き、生姜焼き。生姜焼きの大盛りを食べたんだね。大盛りを食べて、でも、俺走らないかなと思って、うん、別に、走りはランニングはせんか、はい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 、やって、このチャリこぎぐらいかなと、はいはいはい、こういうのをね、やろうと思って、ね、そう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 と思って行ったんだけど、うん、結局なんだろう、思った以上に。でもう一人のやつと、そいつは俺より身長5センチぐらいでかくて、はいはいはい、体重が俺より15キロぐらい多いね。やばいな。もうそろそろやばい、やばいやつなんだけど、そいつとまあクララからの、クララの付き合いなんだけど、うん、まあ2年前ぐらいにそのフイベントで会ってからずっと、はいはい、まあ仲いいみたいな感じ で、そいつと行ってるんだけど、だからチャリを漕ぐがあれで。ちょっと負荷をかけて、うん、なんか1キロぐらい競争みたいなした、はいはいはい、それで俺マジでもう出そうになった。生姜焼きここまで来た。来たね。ここまで飯食ってからやるもんじゃない。そうだね、もう行かねえって、飯食ってから行かねえって決めた。もう生姜焼きここまで来て、あ、これマジで違う、そうそうじゃない、まだか、まだまだまだ、これまだ見せどころが来てる。そうでね、昨日ジム行ってマジ全身筋肉痛なんだけどね。俺がね目指してんのはあれなの、オリバ、ビスケットオリバ、ビスケットオリバ、わかんない、知らないっす、わかんないか、ビスケットオリバ伝わる人いないっすか、マジで。あのね、わかりやすい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちゃんと画像用意してたら、え、リプレイ途中なんだけど、もういいもういいもういい、もういい、俺これ、これになりたい、俺これになりたい、もう大事なとこまで飛んでない、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ちゃんと止めたから。これはゴレ出して、これはゴレ出して、ここミスったんだよね、うん、こっちにアイスイーズ出してトルネで、こっちのタワーを1000ぐらい、うん、両方1000ぐらいで残しつつ 1-0 で勝ってた。でもこれ左ナード、まあなんだろう、10か10だ、左10ヤード、10ヤード10ヤード10ヤード、はい10ヤード。もうゴレもう一体出せるからこれで、うん、ここね見せ場、手前に吸って、うん、タルババをぶっ転がして、エレキ真っ赤処理、真っ赤処理、もうエレキを真っ赤処理してあげることによって、まず足すだけタイム、こう防衛っぽいされたところで止まんないからね。ペッカも手前に引っ張ってきてゴレからね、そう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 、うまく外れた、やば、はいで、はい、レイジランバー早くね、やばいね。でまたこいつのこのランバーが死んでレイジ状態になる。ああ、もう出すだけタイム、出すだけタイム入った。ちょっとね、ここで、あ、ワンチャン守られるなと思って、ちょっと手加減しちゃったんですよね、出すだけタイムを。ベビドラとか出してよかったら全然。ね、エレキ切った後だったからさ。うん、で結局、守りから入って、ワンチャン工場の飛来進行は勝った。そうそうそう、まあ、ライトニングで勝つんだけど、はい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 、もうちょっと攻めてもよかったな。そうだ、ぶっぱタイムはもう、ぶっぱタイムありえんくらいぶっぱしてる。ってことで、まあこういうデッキなんでね、ぜひ一回、まあ、みかんさんにアドバイス、本当に俺、ゴレってか、まあ、大型が、うん、使った方がいいっすよってラットとかにも言われて、で、まあ、ミカンさんにももともと言われてたんで、うん、ラバとゴレと、まあ、今ロイジャイを練習してるんですけど、うん、まあそれもあってちょっとは使えるようになってるけど、まだちょっとね甘いところがあって。なるほど。ミカンさんロカイチ行ったのゴレだっけ。俺は昨日ペッカ、ペッカか、昨日ペッカ、そっかそっか、ペッカも強いよね。ペッカなんか 6200g までゴレでいじったよね。6人もゴレでやってただよね。だから3試合ぐらいだけど、まあミカンさんに教えてもらいつつ、うん、みたいな感じでいきたいと思います。 OK、 今日はマルチ、負けたらボツるから。ボツ飯。ボツ飯。
はい、KK がね今一人だけ日本の展開だよね。そうそう展開言っててやつロイジェイ使って, ロイジェイ使ってでも枯渇使いのなんかやっぱ、ね、プライドがね許さないとかって枯渇使い失格だなとかツイートしてて親さってはこいつ枯渇に行くんかと思って覗いてみたらあのスネークゲーミングの黒木選手マルタとタルババ両方入れてたえぐって思ってマルタタルババトルネゴレみたいな1ミリも刺さない俺のこのライトニングをマルタに差し替えた、うん、あタルババかマルタかそうそうマルタに差し替えてみたいな感じで枯渇メーターでスナイプされて死んでた1ミリもバレないんだよこれとりあえずゴレってやっぱ街が大事だな初手にゴレがあれば街でいいよ ね、うんこれ初手ゴレがないとき、あー、まだこれゴレでいいよね。うん、そう、初手ゴレがないときはね、切っちゃっていいけどね。ゴレが敵もしまったときに、こっちがゴレになると白い動きになるから。これはとりあえず、あれだよ、ね、メガゴだけ出して、あと、光栄合わせていきたいな。光栄がね、ランバーしかいないけど、出しちゃっていいんか、これは。うん、見てからでいいかな。あー、渋いな。渋これ、普通にラバインド相性悪いよね、これ。あー、そうなんだ。普通に相性悪い。これどうしたらいいんかな。とりあえずなんか、そう、裏ランバー受けて。トルネにするか。これいや、いらない、いらない。メガゴだけで守れた。そうか。これもいらないな。無駄したなぁ。いや、これマジ全部持ってかれるわ。あ、オッケー、雑把おいしい。あ、オッケー、おいしい。めっちゃおいしい、それ。本当に？いや、おいしいでしょ、これ。だってタルババなんか、いらないでしょ。言うてこれ、インド、止まらんくね。いや、止まるべ。別に。まあ、ちょっと1000ぐらい食らうかもしれんけど。もう2体目のラバー展開すればまあベビードラ切って、うん、トルネがいらんかったないらんかったねあれ、うん、とりあえずライトニング切ったばっかだよなこれザップだからさワンチャン的ファイボスですねライトニングさっき打ってた気がするけどライトニング打ってないよ嘘打ってないよあー痛いよオッケーメガゴ勝つこれは、うん、これはトルネあーいらんもうダメだ俺一度泣きそう6襟してたわ相手に6アドあげちった。でもこれ、いや無視はよくねえな。穴掘り基礎だな、裏に取れそうだね。うん。これ無視でいいっけね。もう守れるでしょ。守れる。お、守ってる。エラー。よいしょ。逆サイドこれがいいな、逆。左後ろ左。もう、右に同サイド勝負しても意味ないから。そうだね。インドラがいる限りちょっとだるいね。インドラがタワータゲってから、うん。いやもう守るべき守らないべき守んないべきナンバー出したいけど守んないから適当に守れそうではあるこれでいいかいやメガゴ死ぬなそれオッケーオッケーあもう多分それで折れたな左はオッケー折れたこうだなあそのベビーやばいそのベビーあーやばいやばいあー失敗してるあ、折れてねえ。いや、折れてねえか。いや、折れないな。逆サイド攻める判断良かったんだけど、うんうんうん、ちょっと防衛中途半端にしたってのと、そうだね。その防衛もうまくいかなかったな。いやー、もう、ないな。ラバインド普通に相性悪いから、真っ向勝負したら負けちゃうんだよね。うん、なるほどね、うん。これダクネだったら全然いいんだけど、そうだね。そう、ダクネ後ろにつけるだけで、空も陸も対策できるから、そうそうそう。いいよね。いいんだけど、ゴレランバーだと、どうしても、インドに輸送されちゃうから、うん、逆サイド攻めて、うん、ラバの蓋がなかったら、メガゴでこっちもインド抜けるから、そうなんだよね。ラバ掘りに対しては逆を、ゴレは行きたいね。あー、なるほどね。いやー、ライドラか、スペル何だった相手今。相手ファイボーザップだったね。もったいねえな、ファイブザップか、うん、ユニット固めて、いけたな、ファイブザップだな、逆サイドだったね、完全に。そうだね、うん、気づけんかったな、普通に。もうあれだね、今の環境のラバって、ラバ掘りだか、おや？これはどっちが真のゴレ使いか。ゴレ使いか、分からせる時が来たな。とりあえず待つしかない。まあ、エリポン来たとて、うん相手が俺のプロフィールでも見てない限りゴレ使いって分からないはずだから、うんうんまあ、これこの時点で、まあ、この人はペッカライトニングだなって感じだと思うワンチャンロイジャイかとか俺ゴレだって使ってるの多分見たことないと思うこの人とりあえず回さないとまずいかなそうだねテルババテルババで回すしかないなやばいゴレ一番後ろだアイスイズ出すしかないなそうなると防衛から入らないとだよね、うん
ライトニングをどうやって打たせるかだよな。エリが絶対あるはずだから。とりあえずランバーでマッハ処理しつつ、ランバー出す？うん、出して。出すか。後衛が出てくるんだよ敵が。だからここにライト咲いてきたら美味しいし、はい、ここで当てて、これを当てて、この三角形に打ってきそう。ああ、確かにベビーで受けて、これだけキングスいいかな。でベビーが残ってるから敵も声出しづらいしね。よいしょ。Okay、そのタイミングのこれね、完璧完璧だね。一、うん、回殴ってからじゃないとワンチャン事故るからね。そうそうそう、ゴレがねタワーにもう一回帰ってくんだよね。そうそうそう、大体まだゴレ回ってないから。そうだね、ここはケツゴレでいいな。これ無視でいいよな、無視かな。さすがに青ライト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 、ちょっといっか。いやだるいな、これでテクタ回ってゴレ、いやケツゴレでさ、うん、タワーを折ってエリポンまで行く。いやその頃にはもうエリポン回収しきってるな。まずゴレがタワーに届くまでに30秒かかるから。そっか、微妙か。エリアとどんなもんだろう。まあメガゴ出させた分だけいいかな、うん、よいしょ。ガンガードかな、同じくらいだね。これどうすればいいんだろう。キング起動してる分アイスウィズだけ右に出して、うん、メガゴ敵切ったから、うん、あれ敵のベビドラにメガゴ当てたら何もできないから、とりあえずそれは右からアイスウィズ出して、うん、これは後ろにはランバーでいいか。で 左的メガゴないからメガゴ出すだけでだるいと思う。あ、メガゴだるかとか。そうそうそう、普通にメガゴだるかとか。あ、オッケー、防衛のベビー取るのでいいんじゃないか。あ、オッケー、よいしょ。アイスイズもあるか。アイスイズもある。やば、ギャングかよ。ユーティじゃんこれは。いやちょっとだるいかな。だるいか。左を、これどうするかだな。左ケツゴレでいいか。いや、裏からダメなんだ。なんで、なんで理由を教えてほしい。んー、ゴレでもいいけど、うん、あのゴレと同じタイミングで柱に来られたら嫌かなと思って。あー、なるほどね。そうそうそう、まあ、ビビドラ出して、うん、ランバーでよかったな。あ、でもどうせタルババだから手札回せねえな。これ普通にランバー出してトルネがいないからこれで。いや、そこに打たれてもいいな。いいよね、別に、うん、ライトニングと。オッケー、それでメガゴ無双するな。よし、オッケー。これでどうしようかな。裏アイスウィズからの墓目ゴレとか一番いいと思うけどな。敵ゴレマッハ処理できるカードないから。これは美味しい、これは美味しい。そう、敵ゴレをマッハ処理できるカードはないから、ミニベとかね。ないから、普通に俺は裏からユニットベビーとかアイスウィズ切って、高めゴレ展開すれば、うん、普通にパワーで勝てると思うな。うん、パワーで勝てる。あー、メガゴがぬぐー。破裂がー。いや、それは美味しい。焦ってやってる。OKOK。これ、ダクネ死亡したから、もうこれもベビードラを乗せてまである。これいいやな。ランバー出して。ダクネ切ったからランバー出して。これ受けしかないでしょ、もう待って。そうだね。で、ベビードラ出して、まあ諦めじゃない、これは。諦めかな。ぽいよね。よし。ゴールも日本一だ、俺。さすが。さあ、ありがとうございます。書いておこう、プロフィールに。ゴールも日本一。Twitter。Twitter のプロフィールに書いておくわ。若かりし、剣詰めしのように。今日ゴレ始めましたって感じじゃない。じゃあもうゴレ見ようにしてた。もう一戦ぐらい行く。もう一戦ぐらい行く。ベジットブルーさんはゴレずっと使い続けてる。ね、デッキずっと同じだよね。そう、ゴレダクネ、ライトニングやないみたいな、うん。で、今それで結構トロ高いしね。6300くらいしてたよね。そう、ちょっと前までローカル2位とかいた気がする。だよね。ね、どんくらい？最なかった。あ、最6290までいってる。高いね。結構いってますね。おお、来た。カーター。で、あ、この人プロじゃなかったっけ？わかんない。カーター全然海外の。確かプロだったはず。とりあえずベビドラで宝石を壊しに行きつつ。そうだね。タラババでも壊せるんだけどね。ああ、確かにこの位置ならいけるわ。で、また合わせてアイスウィズでいいよな。うん。まあここは言うてゴレっていうか、まあ普通の立ち回りやな。お、ベビドラ優秀。ね、ああ、入るわ。ライティング打っちゃっていいかな。うん、いや、ここはまだメガゴだな。だろうね。多分敵スケラだからタルババ温存して、うん、あ、OK、これ打つしかないやん、ね、タルババ。うん、タルババ打つ、ここは打つ。多分打たなくて守れたと思うけど、これでも普通にプレッシャーかけて。あ、ゴレだな。これでいいな、これ。お席ゴレうざいな。これだってさ、ランバーをさ、あー、マジで。しか。ゴレにランバー投げ出してからランバー展開かな。ゴレ行かないべ、これ。行かないか。あ、オッケー、サンドイッチ。あー、マジか。まあ、おー、後ろ行った。あー、ランバーが押せ。やめろ、お前。これもう、
敵ぶっ破したからこっちもぶっ破だね。で、後衛ナイスイズとかから来てトルネが来て、あっけ、それはもう、チュンチュンタイム入ってないか。トルネするのが優先でかな。ミラゴ足しとくか、先に。なるほど。いやー、だるい。いや、でもこのメガゴ普通に行きそう。エリナイスだって。オッケー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 。めっちゃ入ってね、メガゴ。でも言うてだな、言うてだな。うん、まあ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 。まあまあまあ、食らった分は返した。食らった分は返したな。まあ、薬剤もちょっと与えたから、まあ、俺の勝ちみたいな。とりあえずこれをさ、うん、でも800のサイド行くしかないよね、普通に。ケツこれでいいかな。いや、もう右捨てて、だよね。ケツこれ行って、左来たらランバーとかで適当に抑えて、うん、ちょうど2倍入るし、俺の時間来るな。これワンチャン、普通にまあ来るよ。逆来るよ。ランバーとか足してきてね。なるほど、転がして。あー！サンドイッチ。オッケー、うまくいった。オッケーオッケーオッケー。ちょっと入るな。まあ、ちょっと入るけど、言うて削られても1500とかでしょ。これで、アイスウィズに秒でライトニングって。オッケー、いける。うん、うん、うん。相手の呪文なんだろうな。あー、そんな戸籍だるいな。だるいね。だるい。いやー、だるい。ライトニング打たなきゃ飛ばないな。で向こうファイバーだからさ、これ700守りきれば勝ちだね。守りだな、ここは。オッケー、守り。あと、防御取れなかったら一番いいね。うざいっしょ。うざそう。いやー、オッケー。これでオッケー。で、ライトニングを、相手、平石にするもんないよな。ないけど、これ、普通にやばいな。あ、オッケー、折った。守り。守り。よし。ワンちゃんが、ない。オッケー。まあ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 、こんなもんすね。こんなもんすか。やっぱゴーレは日本一違う。ゴーレは日本一。カイトがツイッターのプロフィールに。やるやんけ。まあ、グロ入って、まあ適当にって感じですね。なるほど。まあ今の関係やっぱゴーレが強いぞってことかな。そうですね。ゴーレ強いのは分かってんだけどさ、やっぱ使ってこなかったからさ、ちょっと難しいんだよね、うん、やっぱり。あ、どのタイミングでゴーレ出すのか。あと、そのやっぱ使ってないデッキほど、今逆サイ行こうってなりにくいじゃん。そのなんか同サイだったら、なんか今ここでベビードラが来るからメガゴ当ててメガゴ来たらライトニングでとかそういうことは考えられるけど、なんかシンプルにもうラバーインドラで同サイ攻めても潰されちゃうから逆サイ行こうっていう考えには至らないんだよね。そう、使ってていやこれラチ開かねえなって思って。そう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 、だからそういうのがね、単純なことは考えられるんだけど、長年使ってて気づくもんってあるじゃん。あるね、うん、俺も最近やっとねラバホリーに対しての立ち回りに出てきてる。そう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 、だから、うん、そこら辺がまだちょっと難しいけど、まあ、ね、あと2週間で、はいはいはい、世界大会がねあれからビスケットオリバーしていこうかなと思います。毎日ジム行っても多分一生かかっても無理かな。なるからもう一回見る最後に。もう一回ビスケット一応見てこ、一応見てこ。俺これなりたいから。こいつマジ拡散弾とか、うん、もう胸を刀で刺されても効かないから。バズーカ耐える。バズーカもいける。いける。そう、もうあとあれパンチで人殺せるから。そうボーンって貫通するから拳が。なってもいいけど殺すなよ。住川さんにこうやってやって文句言われてもつつ。じゃあ俺もハンマユージロみたいになってる。ハンマユージロだけ知ってんでしょ。それだけ知ってる。まあ気になる人はね、バキってアニメで、はいはい、マジで俺超好きなの。バキめっちゃ好きで。バキでも知ってる人も中にはいると思うけど、バキ、ね、多分まあ普通にね、ハンターハンターとかよりは有名じゃないよね。まあ、そう、ハンターハンターがむしろね名作すぎるから、まあ、俺見てないんだけどね。まあ、百式観音しか知らないから俺。見た方がいいな。人生の半分損してる。まあまあまあ、そういうことやな。そういうことやな。ということで、こんなもんやな。まあ、ビスケットオリバーになってくんで、まあ、期待してください。ということで、今日は終わります。お疲れ様でした。お疲れ様です。